はい、どうも、二丸です。運極キャラで、ゴモラ、結局、やっていきたいと思います。まあ、初見のステージですね、これ。主なギミックは、重力。まあ、ウィンドウか。これをルーマに当てよう。ルーマに当てたいな。お、ゴムが来た。移動するんか。あー、はまらんかな。よし、はまった。おー、やべ、接近攻撃やべえな。まあ、ハート回収。ハート回収。ボスはまだじゃな。それ弓当てる。龍馬に当てとこう。これどうしようかな。ルーマに来てえな。やばい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 。接近のやつがやばいな。これもジグザグに。まあ、ハート取ってきて。どうしようかな。お、ボスか。ゴムラ。いきなりなんか触れとるな。いきなり振動しとるぞ。ちょっとやべえな。やばい、あと一旦でなんか来る。ストライク、ショット。何が来る。おーおお、おい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 、ハートハート。接近するとやべえな。どうやばいし、もう死にそうだし。
重力バリア張られたな。ゴモラ倒さんとの話。ハートコンかな。ハートコンねえな。やべえ、ゴモラの尻尾やばいな。どうしよっかな。ああ当たらんかったか。接近やべえな、ゴモラにちょっと接近するのは。ちょっと待っとこう。うわ、そっか、それがあるんか。ちょっと使っとくか。やばいしな。死んなよ。危ねえ、危ねえ。よかった、ハートが育って。まだしなんか、なんかウィンドウ使って引き込んでやってくるんだな。嫌なやつじゃな。ゴモラに待たれよ。ゴモラに当たらんかった。マジか、やべえ。危な。どうしようかな。往復した方がダメージ与えれるかな。もうちょい。もうちょい。よし、倒した。いや、ゴムラ結構強かった。2個。ピグモンかよ。はい、というわけでゴモラの究極運極キャラで濃昏スピクリでした。ではでは。